北海道阿武タ軍の一阿武タ軍は、北海道イブリ総合振興局、しりべし総合振興局の群。人口四万六百二十一人、面積1527.84桂平方メートル、人口密度2 6六人桂平方メートル。以下の六町に村を含む、イブリ管内しりべし管内千八百七十九年に、行政区画として発足した。 当時の軍域は、上記六町に村から東野古町の一部を除き、山越郡軍おし部町の一部を加えた区域にあたる。アブタの由来については、アブタ町の項目を参照。なお、アブタの、アブの字は、常用漢字に加える予定はない。江戸時代のアブタ軍域は、東江戸地に属し、正さ藩によって、アブタ場所が開かれていた。完成年間になり、 それまで地形が険しく、道が都大船に乗り換えていた区間を、爆明を受けた正木藩によって、山越軍と阿タ軍の境を越える、霊文化、弁変等の山道が開拓され、都東国の函館から、道東や千島国方面に至る陸路がつながっている。江戸時代後期、国防のため、完成11年阿タ軍行きは、天領とされ、後に、 江戸近く地に馬を供給する、馬山牧場であった薄、阿豚牧場が開かれば当館の運悲が、入江地区に建立されている。今日は3年には、幕名で警護に当たった道の区広前藩によって、おしマンベべ阿豚館の道路が改修されている。また、阿豚場所受けおい人、和田茂平によって、文化元年には、恵比寿神社が、文化4年には、稲荷神社が建立される。後世、 恵比寿神社は、稲荷神社に合祀されている。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、道の曇り岡藩が、警護を行った。安政6年の六藩分領以降、アブタ軍南西部は、森岡藩領となり、東部は、函館奉行、御預かり省のままであった。アブタ軍域では、古くから、火山活動が盛んで、ウスさんは、 漢文三年、明和六年、文政五年、嘉永六年と江戸時代だけでも頻繁に噴火しており、特に文政五年の噴火では、火砕流によって、アブタの集落が壊滅的な被害を受けた数の犠牲者を出し、ウアブタ牧場も多くの馬を失う被害を受けた。慶応三年四月御場受けおい人はダイヤモヘイによって、豊浦神社が創建される。 母親戦争終結直後の1869年、大砲律量の国軍里政を踏襲して、イブリ国アブタ軍が置かれた。北海道1.2級町村製施工事のアブタ軍の町村。ありがとうございます。